はい、ということで今日はサンセットのビーチでナンパをしていきたいと思います。いや、サンセットめちゃめちゃ綺麗ですね。やっぱりこのデプログの街、海も綺麗ですし、いつもサンセットも綺麗です。そしてこのビーチ沿いなんですけど、今日金曜日の夜でお祭りっぽくてすごいいいですね。それにしても今日のサンセット本当に綺麗です。夕日も綺麗なんですけど、あっちの雲めちゃめちゃ綺麗です。あっちの岸までだいぶ遠いんですけど、雲も綺麗にクリアに見えてます。はい、ということでこんなめちゃめちゃ可愛い女の子たちを捕まえました。 Hello you guys、 Can I ask your name? What's your name? Sir, nice to meet you. Can I ask your name too? My name is Christine. What's your name again? Christine, nice to meet you. Nice to meet you. And I want to know this town, this deep rock, what kind of town here? Like, there's a beach or like, do you have some like a special culture in deep rock? Can you tell me something about this town, Deep Rock? Oh, town? Yeah. Dakak? Dakak? Oh, okay. And can I ask you, if I'm trying to make a girlfriend in Philippines, how can I make a girlfriend in here? Girlfriend? Yeah. How can I meet a lady and how can I talk like that? Okay. はい、ということで It's okay。はい、ということで今めちゃめちゃ可愛い女の子たちと喋ってるんですけど、スタイルもめちゃめちゃいいですね。そしてこの女の子たちの服もすごい可愛いですね。Oh, gentle and kind and respect.Okay, it means like a gentle and a kind respect man is very famous in Philippines. Okay, thank you very much. Thank you very much. You guys speak very good English. It's very helpful. ということで今この子たちと、携帯の番号を交換してますね。今まさかの奇跡が起こりました。超絶可愛い女の子とここで、ディナーデートができましたね。いや、こんな高いところ普段の僕は予算オーバーで絶対来れないですね。ということでいつも僕が食べている安いローカルのご飯屋さんをご紹介したいと思います。先ほどの可愛い女の子2人とのナンパを終えた後に、さらにもっと可愛い女の子2人をナンパすることができました。それで YouTube 映していいと言ったらいいよと即答してくれたんですけど、チャンネル登録者数1000人以下だとこの顔だけから思われていたらしく、チャンネル登録者数3万7000人と見せた途端ビビって、さすがに恥ずかしいと YouTube 映るのは拒否されてしまいましたね。もったいないです。いつもご愛好をいただいている大切なチャンネル登録者様の皆様のおかげでナンパは失敗しました。というか撮影は失敗しましたね。ナンパはうまくいったのですごく良かったですね。チャンネル登録してくださっている皆様本当にありがとうございます。そしてチャンネル登録してくださっていない方々もいつも本当にありがたいと思っています。正直チャンネル登録していただくよりも僕の動画を楽しんでいただける方がよっぽど嬉しいですね。あとグッドボタンもすごく嬉しいです。グッドボタンを押していただくと動画が拡散されやすくなるので、いろんな方々に見ていただけるので嬉しいですね。さっきの外食の店では
というか警察にめちゃめちゃ見られています。いやそれはそうですね、僕浮きまくっています。さっきの外食チェーンではさすがに予算オーバーすぎて女の子2人におごるのがやっとで僕は晩ご飯食べれませんでした。ということで今晩ご飯を食べるところに向かってるんですけど、街の様子こんな感じですね。僕はいつもこんなドローカルなところで買っています。ちょっとこっちも行ってみましょうかね。うわこっちの奥もすごい雰囲気があってローカルですね。あっちも行ってみたい。でもいつも僕がご飯を食べているエリアに行きたいと思います。それにしてもさっきの女の子たちめちゃめちゃ可愛かったです。撮影はできなかったんですけど一緒にご飯を食べれただけでめちゃめちゃ今ほわーんと心がしています。いやいい時でしたね。そして可愛いだけではなく性格もめちゃめちゃ良かったですね。朗らかな気持ちになりました。と外食チェーンで食べれなかったの予算オーバーのおかげもあるんですけど、正直僕あんまりジャンクフードとか好きじゃなくて地元のローカルご飯とかの方が好きですね。味付けも好きですし体にいいのも嬉しいのでいつもローカルのご飯で食べています。あと外食チェーンは正直世界中どこでも食べれるんですけど、こういう地元の料理はここでしか食べれないのでいつもこういうところでできるだけ食べるようにしています。ローカルのご飯屋さんこんな感じですね。いろいろ並んでてここはローカルの中でもめちゃめちゃローカルのエリアですね。いつもこんなところでご飯を食べています。ハローメニューこんな感じですね。ローカルのご飯屋さん普通は1品30から50ペソとかするんですけど、ここは半分以下です。路上で売ってますね。それではいろいろ選んでいきたいと思います。そしてこのお父さんいつも馴染みで、よくしてくれてますね。値段さらに安いんですけどそこからさらに下げたりもしてくれています。今モリンガのスープを頼みましたね。こんな袋にスープ入れてるんですけど、モリンガ日本でもスーパーフードとして有名だけどあんまり出回ってないですよね。ここフィリピンでは結構出回っています。Then may I have this fish too? Yes. Yes, one please. ということでこんな魚も頼んでますね。ただいま気温夜になっても32度ぐらいなんですけど、普通日本ではちょっと心配で食べれないんですけどこういう魚も食べてみたいと思います。そしてこういうところさすがにプロだから安全かなと思うんですけど、正直普通に腐ってることも多いです。僕の腸細菌に対してめちゃめちゃ強くなってきています。ということで頼んだのはモリンガのスープとジャックフルーツのココナッツミルクに、あとこの魚と米ですね。さあ一体いくらになるでしょうか。 How much it's gonna be? How much? 50 Okay. ということで全部で50ペソですね。日本円にして150円以下です。はい、そしてこんなところでレモンも買おうとしてますね。こんなレモンを買おうとしています。いつもこれにレモンと蜂蜜を混ぜてホットレモンティーにしたりしています。ここもすごい雰囲気がいいですね。路上の様子こんな感じです。はい、そしてマンゴーも買いましょう。これ腐りかけのマンゴーなんですけど3つでいくらでしょうかね。 This one please.Okay. 全部で32ペソですね。3つで32ペソです。いや日本じゃ考えられない価格ですね。はい、ということで今日もここでナンパをしていきたいと思います。昨日ここで可愛い女の子2人話を聞けたんですけど、その後もっと可愛い女の子2人、話を聞けそうだったんですけど、 YouTube 映していいと言ったらいいよと言ってくれたんですけど、チャンネルを紹介したら思ったよりチャンネル登録者数がいたようで、さすがに恥ずかしいと言ってビデオは撮れませんでしたね。でもその後一緒にアイスを食べたり軽い晩ご飯を食べたりしてめちゃめちゃ楽しい思いができました。ということで今日もここで撮影していきたいと思います。そして今日なんですけどやっぱり今日も夕日めちゃめちゃ綺麗ですね。今日の夕日はこんな感じです。はい、ということでこんな感じで屋台とかもここめちゃめちゃ出てますね。そしてこんな感じの、
美味しそうなフルーツシェイクですね。こんな感じのお店なんですけど、生のフルーツをこんな感じで、シェイクするみたいですね。そしてここの女の子めちゃめちゃ可愛いです。ハロー、 What's your name? Maren? Maren, nice to meet you. So this is a fruit shop, fruit shake shop, right? Which one is you recommend? Which one is you recommend? I'm asking which one is good taste? This one?So, this is mango? Yes. Okay. この女の子めちゃめちゃ可愛くて笑顔も素敵ですね。 Thank you very much. それにしてもここすごいいい雰囲気ですね。うわ、そして今すごいいい時間になってきました。マジックアワーですね。ちょっとあっちに行って見てみましょう。今日のサンセット20分前ぐらいのあれが最後だと思ったんですけど、違いましたね。この時間が一番綺麗な時間ですね。こんな感じです。ちょっとこれカメラじゃ伝わりにくいですね。実際の映像もっと赤くて空が真っ赤になってますね。はい、ということで今日は10人ぐらいに声かけたんですけど全滑りでしたね。悲しいですね。でもこれからもゴリゴリナンパをしていって絶対に素敵な美女を見つけるので皆様ぜひご期待ください。この動画が面白いと思った方や続きが気になる方はグッドボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。